にちは、フラワーアーティストの前田由紀です。アイコム店の花と愛のある暮らし、今回は愛知県岡崎にある住宅展示場に来ているんですが、こちらのモデルハウス、リビングルームになります。ここがすごいおしゃれなクッションいっぱいあるんですけど、ここ吹き抜けになっていて、ものすごい光が降り注いで明るい場所なんですね。さっきルームツアーもしてきたんですけれども、本当に2階からこうリビングを見下ろすとすごいおしゃれな空間で、とっても暮らしてても楽しい感じがしました。今回はお部屋ごとの花の飾り方についてお話ししていきます。今回岡崎でロケをしてるんですけれども、今日朝早く着いて、朝からやってるお花屋さんに名古屋駅でお花を買ってから来ました。こんな感じでいろいろ変えたんですけど、知らない土地でお花買うのすごい楽しくて、お花屋さんのテイストも本当に場所によって全然違うので朝から楽しみました。今日行ったところは本当に駅からエスカを通り抜けて繁華街の中にあるお花屋さんで、多分夜は飲み屋さんとかすごい多いエリアなんで、割と派手なお花とか珍しいお花もたくさん揃っていました。で、本当におじいちゃんおばあちゃんが営んでるお店だったんで、ちょっと子供も連れてたんですけど、可愛いねとか言いながらお花を売ってくださいました。すごい名古屋の思い出できました。早速なんですけど、お部屋ごとでちょっといろいろ提案したいなと思いました。まずはそうですね、玄関はちょっと明るいイメージのお花が合うかなと思って、今日のね、お花屋さんに売ってたお花の中から選んだんですけど、マトリカリア、シングルペグモというお花ですね。これすごい長持ちなんですよね。で、この真ん中のところのこの黄色い部分、花粉がたくさんある部分がすごく飾るとすごく明るさを出してくれて、とても明るく飾ることができます。こんな感じでね、普通の花瓶にちょっと飾るだけですごいふわっと空間が明るくなるお花です。玄関にはこんな感じのお花を飾るといいでしょう。続いてリビングなんですけど、結構リビングっていうのはすでにいろんなものが置いてあったりして、割とこう賑やかな場所だと思うんで、お花じゃなくてグリーンだけ飾るっていうのもすごい素敵な飾り方だと思っています。今日はね、コデマリが手に入ったので飾ってみようかなと思うんですけど、コデマリ自体すごく動きのあるお花なので、こうね、それだけで飾っても結構可愛くなるんですね。で、枝物はこう横に切るんじゃなくて縦にハサミを入れてあげるとこんな感じで、見にくいですけど、面積が広くなるとお花の水あげも良くなるので、吸水面をしっかり確保してあげると良さそうです。ある方はね、ナイフで削ってあげるのも結構有効なんですけど、コデマリはちょっとずつこの白い花が咲いていくので、グリーンだけで飾るのもおすすめです。あとは観葉植物を育ててもすぐ枯らしちゃうっていう方とか、切り花のグリーンの方が結構水さえ変えていれば長く楽しめるので、育てるのが苦手という方にもおすすめですね。グリーンだけ飾るのは、リビングルームにはグリーンを飾るのがおすすめです。続いてですね、ちょっと変わったお花もご用意したんですね。こちらカーネーションなんですけど、染められているんですね。すごい綺麗なラベンダーカラーに染められています。で、こういった感じのブルー系のお花は洗面所などに飾ると清潔感があって、とても飾ってて楽しいですよ。こんな感じで一輪だけパープルやブルーなど寒色系のお花を洗面所に飾ると、清潔感があって、そういった中での花のある暮らしを楽しめます。そして最後にちょっと渋めの色をご用意しました。今回これスイートピーですね。これすごいお花屋さんでもめちゃくちゃ立派なスイートピーが並んでて、香りもいいお花なんですけど、季節的にはね、もう
春の終わりの頃なので終了なのかなという感じなんですけど、こういった落ち着いたトーンの色のお花を寝室などで飾ってあげると、こう、ね、夜飾っててもこうすごく落ち着いた気持ちで眺めることができておすすめです。寝室などちょっとリラックスする部屋には落ち着いた色の花を選んであげるといいでしょう。ということで、すごく簡単ではありますが、同じ花瓶でもほんの一輪ずつ飾るだけでも、場所を変えて楽しむだけで全然見え方は違うというのをお伝えしたいなと思ったんですが、いかがでしたか？今回はお部屋ごとのお花の飾り方ということで、名古屋の思い出とともにいろんなお花をご紹介しました。いかがでしたか？今回もご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ではまた次回お会いしましょう。